着衣昇格。お、一番わかんないところ。着衣なんだ。はい、どうも、クイズの研修長の伊沢です。赤見です。こちらです。河村だ。お前らに格の違いというものを教えてやろう。格の違い知識ナンバーワン決定戦、格の。格王って単語はねえよ。格王って何？今回は格の違いに関する早押しクイズを出題します。わかんないわかんない。全然ヒントがない。格の違い一問もない。最初は皆さん平民です。正解すると男爵、子爵、伯爵、公爵、公爵。そややこしいやつ。ややこしいねそこね。字が違うんですよね。そうとランクアップしていきます。一番上の公爵状態で正解すると優勝となります。間違えると1段階下がります。チダツされるわけだね。チダツされる。チダ転換出るかアテロップ。むずい字だよ。そうすげえ字だからなあれ。曲の変容しかよ。はい、いいですか平民の皆さん読むよ。カオルさんは何民なんですか。クイズの単位。あ、問題。私を表す英語の代名詞で愛は主格、マイはだから、目的格。オッケー、危ねえ、死ぬかと思った。危ねえ、飛んだかなって。そうそう。爵位昇格。よし、伊沢男爵です。はい、伊沢男爵ですね。芋ですよ、芋。まだ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 芋ですよ。芋ね、芋ね。芋出ないから言っていいよ。あー、よかったー。なった。これでもう川田良吉ポジションから男爵芋ね、名を残す。問題。社会派ミステリーの流星に呼応して綾辻ゆきと有栖川アリスの新本格派。あー、格その格か。いやすごいな、今のよくできたな。爵位昇格。これ男爵ですね。男爵です。男爵男爵平民。おもちゃに平民意味わかんない。そうだね。公平も平和。もう一生怒れなくても立林の公平ね。名字ないじゃん。問題。経済誌エコノミストが提唱した国際的に売られているある商品の価格を比較することでその地域のこう、ビッグマック指数。いいよっしゃい。格つかねえから、そう、その頃だとどうなる。俺も怖かったよ。価格って言った。その格かよ、わかんねえ、もう普通にピースした方がいいっす。そうそうそう、考えないでよ。考えない方がいいな、これ。なんでもありだな、これ。伊沢子爵です。うわー、失敗した。バイカウント。バイカウント。バイカウント。問題。建築家の資格で一級建都道府県知事。いやー、よく押したな。いや、でも本当これ普通にクイズした方がいいよ。クイズした方がいいな。これ普通クイズだもん、今の。はい、一級建築士を認定するのは国土交通大臣ですが、二級建築士を認定するのは都道府県知事。ということで、資格の認定と違いに関する問題です。もうさ、違いも無理やりじゃねえか。違いって何？違いね。子爵、子爵、平民。やばいやばいやばい、ちょっとやばいな。問題。パワードスーツの別名でもある節足動物などの持つ体を覆うような骨格のことを我々の持つ内骨格。うわ、くそ。よし、外骨格。もう、格の字がちげえよ。伯爵になりました。伯爵、昇格。昇格、伯爵。アール伊沢。そうだ、アールグレイじゃん。そう、グレイ伯爵じゃん。問題。合格者上位3名を上限。カチョ。オッケーイ。オッケーイ。よし、まあ、なんか合格者上から3人並べようなんてカチョしかないよね。そう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 。これどう書くか、どこに書くか。あの、合格ランクの違いです。あー、外説的にね。そう、ま、丸書くじゃん。だまあまあ、よかった。これで俺もマーキスだ。マーキスの方の公爵。はい、低い、低い方の公爵。低い方の公爵。低い方の公爵。爵位昇格。イエーイ、いいっすな。これ公爵はかなり偉いよ。かなり偉い。もう少ないですよ。そう、もう少ない。平民頑張る。はい、現在川上さんが子爵。子爵ですね。伊沢さんが公爵。はい、マーキス伊沢。公平。平民、平民、そうそう。公平、公平。館林の公平。館林の。館林の。館林の。地名がね。うん、つくからね、まだね。農作業してそう。問題。性格の違いから人間を歯抜き。すげえ、ね、
やったあぶねー読み切ったねあぶねー尺位昇格これでもう僕は農作業しませんよようやくバロンにもうあとは芋を作るだけです確かに農作業してんじゃねえか作業はしねえかそうあこれ芋だなっていう係今日もうだってさ川田両吉ネタがメインになってます一回もヒゲ男爵言わないんだろう確かに忘れてた忘れてたうるっそーもしかしたら出るのかなと思って配慮してたんだけど出ないなこれこれ出ない出ない出ないということで全員が爵位を獲得してなるほどだいぶ高級な場になってきたそうですねクイズの民だもん川村さん、はい、もうだから俺たちの方が上だから何でもできる呼ばさせていただきますうん、頼む、うん、苦しくないうん呼び上げますあ問題現在は三段目最下位格幕下15枚目格、幕下10枚目格の3種がある大相撲における有力力士の入門優遇制度は何？うわ付け出し。オーケー！シンプルに知識。シンプルに知識。シンプルに知識問題だ。相撲取りの格じゃねえか。お、これでデュークだ！デューク統合。そう。よくよく。上の方の講釈、皆さんがこの状態で正解すると優勝です。いやー、勝ちたいね。不詳川村、読み上げます。問題。ああ許してやる。日本の標準化の取り決めで、JIS は日本工業規格のことですが、JAS は日本農林規格。よし。お、さすが、館林の公平やつだけあるな。まあ、まあ、僕さっきまで芋見てました。爵位昇格お一番わかんないと思う爵位になったマイクアウトこうちゃん2点伊沢さん5点ガンガンさん2点おで言っちゃうんですよで言っちゃったんで呼び方に気をつける大変申し訳ございませんでした伊沢なんだっけ公爵おお困ったら公爵の時は5分の2を確認問題を差し上げますああ許してやる失礼します問題比較の違いおいグミだグミだすいません小物感を出すのがうまいな問題比較の違いを争うおいグミだいやまだまだまだ分かんないからいけるよっしゃあこれだからゲノムのは困るな問題比較の違いを争った VHS とベータマックスといえばこれは何の種類？ビデオレコーダー OK! あ、うん、後者か OK だよご苦労シャンシャン相関みたいな今日の一問はこちら動画見てくれてありがとうございますチャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。概要欄に Twitter などもあるのでフォローしてください。それではまた次の動画を見てくださいね。これにて伊沢様の優勝にございます。苦しいな、苦しいな。紫爵の自分もよく頑張ってくれたわ。紫爵はどのらへん、なんかここにいるのは正義なのかな。紫爵はだから、機関車トーマスでいくとパーシーぐらい。機関車トーマス、そんなに格好違いないでしょ。割と平等な世界じゃない、あそこ。今回はな。私の爵位認定式をやってきたわけだが、まあこんなもんだろう。平民たちもよくここまでのし上がってきたと思うよ。よく頑張ったじゃないか。皆さんもあんまりキャラ分かってないじゃん。正直俺もわからん。ルネッサーン下がった下がった下がった。こいつらより低い。まあクイズを差し入れたものもよく頑張ったじゃないか。おい、ありがとうございます。名を何と言った？私、タクヤと申します。お、覚えておこう。ありがとうございます。幸せにございます。私の居城にまた来たいというものがいればチャンネル登録をしておくといいな。チャンネル登録をする際はベルボーイのベルのマークがよく動くようにしておくとすぐにお前らのことを呼びに行ってやらねばないぞ。タクヤがな。タクヤがやってんだ。ということでチャンネル登録と高評価、質問コメントやサブチャンネル、ツイッターのフォローをしても苦しいはないぞ。さようなら。さらばだ。チャンネル登録してね。わからない。バイバーイ。さらばだ。